オクセンフルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン地方のビュルツブルグ郡の市で、マインドライエックの南部に位置する。歴史的な旧市街を囲む多くの指紋や塔を持つ、市壁は、現在も、その大部分が保存されている。オクセンフルトはかつて、ビュルツブルグ聖堂三時下の所領に属していた。オクセンは、昔、車を引くのに使われた動物で、 ギッシャでマイン川を渡れる場所を意味した。イギリスのオックスフォードやトルコのボスポラスなど、同じ意味の地名は各地にある。オクセンフルトは、ビュルツブルグとキッツエンゲンの間、ウンターフランケンのビュルツブルグ群に位置する。街の中をマイン川やいくつもの小さな川が流れている。この街は、数多くの不動山に囲まれたオクセンフルター川に位置する。 テュッケルハウゼン修道院本市は、公式にはの16地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。1623年の奥センフルト奥センフルトは725年に、初めて文献に記録されている。聖母ニファティウスによってこの町に創設された、修道院の女子修道院長、テイクラ・フォン・キッチンゲンの命令書がそれである。 おそらく11世紀までに、奥ンフルトは、横領となったと推測されている。名高い紙壁や塔は14世紀に造営された。1512年に橋が建設され、奥ンフルトは、経済的に重要な町となっていった。1525年のドイツ農民戦争では、この町にもボートが襲来した。新市庁舎は1479年に完成した。 聖アンドレアス教会は1288年に剣道された。オクセンフルトは1803年にバイエルン選定公領となった。1806年にビュルツブルグ大公国に移されたが、1813年に都市部はバイエルン王国領となった。1945年、オクセンフルトはアメリカの管理地区に属すこととなった。 第二次世界大戦でマイン川の橋は破壊されたものの、旧市街は被害を受けなかった。1972年に、オクセンフルト軍は廃止され、ビュルツブルグ軍に編入された。オクセンフルトの視聴者市長は、ペーター・ユークスである。オクセンフルト駅、オクセンフルトは、 ドイツ鉄道の高速鉄道網における重要な運輸軸路線の一つであるトロイヒトリンゲン、ビュルツブルグ線沿いに位置する。この路線上を1時間ごとに運行しているレギオナルバーンが上級中心都市ビュルツブルグとの間を結んでいる。オクセンフルトからガウケーニヒスホーフェンを経由してレッティンゲンに至るガウ鉄道は1990年代に廃止された。 多くのバス路線がこの町と、特に、ビュルツブルグ郡南部の市町村とを結んでいる。この町は、マインフラン県交通連盟に加盟している。近隣を通るアウトバーン A7 号線及び A3 号線は、オクセンフルトにとって、重要な南北及び、東西の交通軸である。最寄りのインターチェンジは、A7 号線は、約 8km 離れた、マルクトブライト。 A3 号線は約1 2トル北のアイベルシュタットにある。また、連邦道 B13 号線が奥線フルトを通っている。聖堂三次会執務官9万円橋、9万円橋、インバ橋は1512の19年に建造された。この橋は13連のアーチを台座として構成されていた。 1866年の広島戦争で、プロイセン軍によって破壊され、その後再建された。1945年3月31日、アメリカ軍の進駐を前に中央部のアーチが破壊された。損傷したキューマインバ氏は、戦後、近代的な船舶の航行を考慮し、中央部にコンクリートの梁を用いてアーチを高くした形で再建された。 それ以外の部分はそのまま保存された。しかし、やがて老朽化が顕著になり、宿内の徒歩、二輪車の交通だけが許可されるようになった。2006年9月からは、倒壊の危険が高まったため、徒歩や自転車での通行も禁止された。2007年にまず中央部の鉄筋コンクリートが取り壊された。同年中に全体を撤去し、 その後似た形の橋を新たに架ける計画であった。ところが、この過程で行われた建築調査でこの橋の建築史上の重要性が明らかとなり、ビュルツブルグのキューマイン橋やレーゲンスブルクの石橋に匹敵する重要な橋であると判断された。このことから橋保存の市民運動が起こった。連邦を呼び、州の文化財保護局並びに、 奥フ古都市当局は、この橋を2009年から原型に忠実に補修再建することを決めた。この間、交通は9万円橋の下流に作られた新しい橋を利用した。1954年、奥泉古都に新万円橋が建造され、その上を連邦道 B13 号線が通るようになった。しかしこの橋も老朽化したため、2010年にこの橋は取り壊され、 その後に新しい橋が架けられることになっている。ありがとうございます。